ワイヤレスネットワークを活用すればインターネット接続や E メールの送信がどこからでもできるだけでなくさまざまなものがワイヤレス環境で楽しめるようになります AirMacExpress、AirMacExtreme、t i m e c a p s u l e などの AirMac ベースステーションを使えば家族みんなで1台のプリンタをワイヤレスで共有することができますまずプリンタと AirMac ベースステーションを USB ケーブルでつなぎます 次に Apple メニューからシステム環境設定を選択しプリントとファックスアイコンをクリックネットワークに接続されているプリンタを自動で表示接続してくれますもし表示されない場合はプラスマークをクリックしてプリンタを追加してください WindowsPC にプリンタを接続する方法は AirMac Express のウェブサイトにある簡単セットアップをご覧ください AirMacExpress があれば iTunes の音楽を離れた部屋にあるステレオコンポやパワードスピーカーで再生することができますまず AirMacExpress を近くのコンセントに差し込みオーディオケーブルで AirMacExpress とステレオまたはスピーカーをつなぎます次に iTunes を起動して右下のポップアップメニューからステレオと接続した AirMacExpress を選択しますこれで自宅のどこからでも iTunes ライブラリからお気に入りの曲をワイヤレスで再生することができます Mac OS、X、レパードに標準搭載されているタイムマシンを使って、ワイヤレスネットワークに接続されたコンピュータのバックアップを自動で行うことができます。w i f i ベースステーションの機能と大容量ハードディスクを兼ね備えたタイムカプセルなら、タイムマシンと連携し、レパードを搭載した Mac のワイヤレスバックアップを実現します。まず、Apple メニューからシステム環境設定を選択し、タイムマシンのアイコンをクリックしてください。次に、バックアップに使用するタイムカプセルを選択します。 保存されているデータ量によりますが、初回のバックアップには、一晩からそれ以上かかる場合があります。最初のバックアップだけは、その時間を考慮に入れておきましょう。これで、あなたの Mac にあるすべてのデータは、タイムカプセルに自動的にバックアップされます。うっかりなくしてしまった大事なファイルや写真を復元したい場合は、ドックの中のタイムマシンを起動して時間を遡るだけです。 どの、Fi、製品が一番あなたに適しているのか詳しくはアップルのウェブサイトをご覧ください。